手で、ちっちゃい子苦手で、な私は子供が苦手な人間なんだなと思ってたんですけど、姪っ子と甥っ子はやっぱ血がつながっているからかわかんないんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、あのねやっぱその知らない人のお子さんとかはやっぱ得意じゃないけど、姪っ子と甥っ子は尋常じゃなく可愛いです。やっぱ違うね。昨日の夜ご飯ナポリタンにしてはめちゃくちゃ美味しくできた。お、イエーイ。美味しくできてよかった。よかったです。こんばんは。今日か。なんでさ昨日っていうのだろう。今日の夜ご飯か。じゃあさっき食べたのかな。イエーイ。こんばんは。ナポリタンの動画意外と伸びてたような気がした。900ぐらいいってたからもう嬉しい。次の動画何にするか全然決めてないんだよな。どうしよっかな。どうしよっかなって感じ。こんばんは。チューチューさん、クマありがとう。こんばんは。何の動画にしよっかな次。全然何も決めてない。ナポリタン作るのにピーマン買ったけど余ったから使え、持て余して。なピーマンね、あれですよ、おひたしにすると美味しい。ピーマンをレンジで、すごいやわやわになるまでチンして、ヘタだけ取ってね。ヘタはこうピーマンを持ってベイビーでグッと押すとそのままこう取れるから、ヘタだけ取ってレンジでチンして、でまああれば鰹節、まあなくてもいいんだけど、あれば鰹節かけて醤油もしくはめんつゆをかけて食べると美味しい。そう、これはさよがピーマン余ってる時によくやります。あとはね、ピーマンだけで食べるっていうよりは中にした方がいいか。ピーマン使おうと思えば何でも使えますからね。そう、ピーマンのおひたしにするときは綿取んなくても大丈夫。あのもうヘタだけ取っちゃえば中の種とかも全部食べれる。レンジでチンするのが一番楽かな。ピーマン大好きからそのまま、すごい、私生でピーマン食べれないわ。生でピーマンはさすがに食べられないな。そこまでね大好きじゃないんです私ピーマン。普通に料理に使うのは好きだけど、生で焼くのすごいね強い。さにこんばんは。こんばんは。結構苦味あるくないピーマン。さパプリカの方がなんならピーマンより苦手かもしれん。
パプリカはなんか肉厚だからそれが結構あれ、まあ食べれるけど生では無理だね。こんばんは。あ、そう見て、この上着、この上着はおじからもらいました。お下がり、お母さんのお兄さん、ママのお兄さんの、まあ私からするとおじですね、からもらいました。かわいい。でもこれ大きい、男性用だから指これぐらいしか出ない、こうやって伸ばした時大きい大きい。でもかわいい、これピロピロ。はじめまして、お、こんばんは。でもかわいいですよね、これ。あと今日カードゲームを買って、このテストプレイなんてしてないよっていう、まあボードゲームみたいなやつを買いまして、これがねおもろいんですよ。今日家族でやってたんですけど、またメンバーと会えるようになったらメンバーとやりたいなと思っています。一人でもできるの？一人じゃできないよ。カードゲームは一人では基本的にできないよ。どんなゲームって言ったら、まあ、勝利したら勝ちっていうゲームです勝利したら勝ちっていう結構イカれたゲームなんですけど、面白いです。例えば全員せーのでじゃんけんすることって言ってじゃんけんして、このじゃんけんでチョキを出したプレイヤーは即座に敗北するみたいなのがカードに書いてあるんですよ。それをこう出して、でまあ勝利したら勝つっていう。そう感じ。カードによってはもうこのカードを出したら無条件に勝利するみたいなあるんですよ。これがまあ面白くってね、それは好きなんですよね。面白いです。誰かとやりたいな。あとなんかね、私っていうカードとかだと、そのカードをこう場に出したらそれ以降私を意味する言葉を言ったら即座に敗北するっていう。そう、じゃあ私出すねとか、さあやるわみたいな、自分を意味する単語を言ったら負けるみたいなカードがあって、これを出すとね、まあ喋れなくなるんですよ。みんなの口数が途端に減るの。あとあなたもあって、あなたを意味する言葉で誰々さんの番ねとか、あの誰々それ取ってみたいなやつが言うと負けるとか、あとそれってカードもあって、なんかもう物を指すことを言ったらダメ、それ取ってとか、え、それ違うんじゃないみたいな、もうそのが言ったら負けるみたいな、そういうカードもある。そう、
リモートはね、これ手元にカードないとできないからね、無理なんですよね。そう、カードが必要だから。残念ながらリモートではできないんですな。でも面白いんですよ。つい買ってしまいました。ずっと欲しいなと思ってたんですけど、ついにボードゲームに手を出してしまった。ボードゲーム大好きなんだけどね私、ついに買っちゃった。これから増えていきそうですこんばんは、こんばんは。ジャッジは誰がするの？だからやってるみんなでさ、あ、誰々何々って言ったって言うんですよ普通こういうゲームってそうじゃないですか。 UNO とかも UNO って言ってないってプレイヤー同士でジャッジするから。こんばんは、こんばんは。でもボードゲームさ超好きだからさ、いろんなのやりたい。結構面白いのたくさんあって、こういうカードだけでできる簡単なボードゲームもあるんですけど、なんか人生ゲームとかモノポリーみたいな大掛かりなセットを使ってやるボードゲームとかも結構あって、みんな知ってるかわかんないですけど、カタンっていうボードゲームがめちゃくちゃ面白くって、自分の陣地をどんどん広げていくみたいなやつなんですけど、なんかそういうボードゲーム大好きなので、今後なんかいろいろ欲しいなーって。モノポリー懐かしいでしょ。私もモノポリーよくやってた。モノポリー、モノポリーシンプルでいいですよね。うちまだあるな、みんなでやろうかな。またいろいろやりたいことあって、いろいろやりたいことあるけどいろいろやれないこんばんは、こんばんは。友達がいなすぎてできやん。今メンバーとも会えないしさ、困っちゃうよね。こんばんは、こんばんは。あくび出ちゃったこんばんは。今日は土曜日、みんな何してましたか？もう明日で1月終わりますね。1月長かったな。今月めちゃくちゃ長かった。やっと終わりだこんばんは、こんばんは。1月すごい長く感じた。今日はみんな何かしてましたか？私は買い物に行った後、みんな甥っ子たちみんな来てたので、お家ですごい賑やかに過ごしてました。まあこういうゲームしたりね、レゴで遊んだりしてました。こんばんは、こんばんは。家で DVD 見てた。あ、いいですね。いい休日になっていれば。明日何します、皆さん？ちなみにさえは明後日ラジオですけどみんな見てくれますか？今日寒かったね。確かに外出たら極寒すぎてびっくりしちゃった。寒ーと思って。こんばんは。どっ
学で韓国語の勉強中。すごい。なんかなんだったっけな、韓国語。でもあれですよね、に日本にない発音があるからちょっと発音が難しいって聞いたことある。今回もリモートです。残念ながら我が家からお送りします。マネージャーさんがこっちに来られないのでリモートになってしまいました。なんてこった。でもラジオ始まった時11月でさ、2月なんて4ヶ月先なんてまだまだだなって思ったけど、もうついに最終回ですよ。早い。またもっとやりたいなね。あとは2月は11日にお話し会があるでしょ。だからまあそれまでまたいろいろ動画作ったりして日が終わっていくのであろうな。今日みんなお話し会やったみたいで羨ましかったね。わかる、私も羨ましい。私もお話し会したい。毎日でもしたい。毎日はうざいか、週1ぐらいでやりたい。毎日やったら鬱陶しいよね、多分さやの大きな声毎日毎日聞いてたらうわーってなりそうだから、みんなが鬱陶しくなりそうなので、まあ、週1ぐらいでやりたいですね。さやもあとあれやりたい、なんだっけ、チェキ、オンラインチェキサイン会みたいなやつ、あれもやりたい。あれもやりたいな、いつかやりたい、やってみたい。あれだな、打診しなきゃ。オンライン話し会の日動画撮っていいかどうかの打診しなきゃ。撮っていいですかって聞かなきゃいけない。ギリギリになっちゃう、また私の悪い癖で。早めに聞かないと。とみんなも見たいであろう。握手会の時で大体どんな感じか分かるかもしれない。なんか裏どんな感じか知りたくないですか。まあ他のメンバーのね動画とか見てる方は分かると思うけど、そう、私がどう過ごしてるかだよね。メイクをしてうんぬんかんぬんみたいな。午後からでしょ、でも1時半からとかだから結構のんびり撮れそう。動画どうだったかな、この前のオンライン話がどんな感じだったかな、思い出そう。私やっぱり推しのことは何でも知りたい。いいねいいね、時間の使い方とかめっちゃ気になる。確かに合間とかね、話し会の合間とか何してんのかなって思うよね。私はファンの方何してんのかなってめちゃくちゃ思いますけどね。オンライン話し会はまあ、あれ家にいるからあれだけど、握手会の時
2部とか空いてる時マジみんな何してんだろうってめっちゃ思う。さやたちでもさ3時間とか空くとさなんか寝たりとかご飯食べたりとかするけど、ファンの人ってさ椅子があったりするわけじゃないからマジ何してるんだろうってめっちゃ気になる。でも疲れちゃいそう。すごいみんなありがとう、そんな大変なのにいつも来てくれて嬉しいです。みんなが会いに来てくれるからさえは楽しい楽しい握手会の時間を過ごしています。いいね、握手会もまたやりたいね。ファンの皆さんでお話ししてるのか楽しそう。やりたいな、またいつか復活してできる日が来るといいな。まあそんな感じで今日はちょっと早めですけれども終わりにしようかなと思います。ちょっと次の動画何にするかの策を練りたいと思います。今日はうーどうしようかな。じゃあランキングを読ませていただきます。13位大観です、ありがとうございます。12位かぼちゃ先生ありがとうございます。11位カムサムニダー韓国からありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。9位トモチさんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位マンダリンさんありがとうございます。6位はサッペさんありがとうございます。クイタタイマケンケンさんありがとうございます。ヤチさんありがとうございます。3位トメさんありがとうございます。ニャンディさんありがとうございます。そして1位はチュンチュンさんなん、ありがとうございます。イエーイ。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ、みんなも早く寝ようね。おやすみ、バイバイ。